ヤモキですか。ヤモリします。時間予約とかがね、あんまりないから。やりづらいですか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。まあ、こうやってるうちに、はい、ついてくる。かかってきたら動かします、はいはい、顔かかってなくていいですよ、はい、はい、首は大丈夫ですか。うん、大丈夫です。男女比ってどのぐらいですか。今だとちょっと男性の方が多いですね。君もどうなんだろうな。ちょっと前に見たときは、53% ぐらいで女性の方が若干多かったんですよ。最近男性も増えてきたから、もしかしたら逆転してるかもしれない。なんかうちの場合はなんですけど、あんま美容系じゃないんで、はい、男性の方がなんか短いスパンで着たがる傾向があるような。私よりちょっと年上の男性が多いですね。同い年ぐらいとか、ちょっと年上とかの男性が多い。まあ、うちもそうですね。男性の方は多分女性よりも平均年齢が高いかもしれない。そうそう。なんか女の人も来るんですけど、なんかよく来るのが長く前から来てくれててよく来るなみたいな人はやっぱり男性が多いですね。女性はやっぱり男性よりもやっぱ自由に出歩けないとかがあるのかな。男性の方が自分の都合がつけやすかったりとかなのかな、お金が使いやすいとか。男性の方がなんかこう気に入ったらずっとってなるじゃないですか。お店とか。
そうでもないですよ。うち別にそのそこは男女差あんまり感じてないですね。そうなんですね。男性の固定客も女性の固定客もいるんで、いわきの方だともうほぼほぼ女性です、はい、へーそうなんだ、はい、だから今その月一で帰って施術してる、うんうん、女性ばっかり。もうそうですね、下手したら 100% 女性みたいな時もあるから。へーそうなんですね、はい、へーそうなんだ。向こうでやってた時、そのオープンから数年間は、うん、もうだって 95% ぐらい女性客だったから。へー意外ですね。なんかこう話題のいい男の人が多いように思っていたら、でも最終的に向こうの店閉める時も、うん、多分 7-3 とか 8-2 とかそのぐらいで女性ですよ。あ、女性が多いですね、うん、こっちだと逆にその男性が結構受けてくれるなっていうイメージですね、うんうんうん、半々なんですもんね、うん、むしろ最初はそのオープンして3ヶ月ぐらいまでは男性9割ぐらいでしたね、うん、男性が圧倒的に多かったですね。やっぱりホットペッパーで来るお客さんが増えてからですよ、女性が増えたの、うん、ラーメンがお客さんにもらいました。そんなものもらうんですか。なんかね、お客さんがくれましたね。へえ、なんかね、うん、なんかこの靴下はラーメンのやつだけじゃなくて腕玉のやつとかもらいました。なんかよく食べ物くれる方なんですけど、はい、靴下もなんかご当地のなんですよね、これ。だから一緒のお店で売ってるんじゃないですか。はい。内定というか。靴下なんかいろんなもの出てますよね。これラーメンもそうだし、はい、キャラクターものもそうだし、はい。昔より増えましたよね、あ、すごい種類増えました。可愛いですよね。まあ俺は履かないですけどね。まあ履いてみるのも楽しそうですよね。うん、タノさん足も大きいんですっけ。そうですね、あ、そうだ、だから靴下も結構探すの大変です、ね、そうですよね、大きくなっちゃうと。そうなんですよね、靴ほどでもないかな。その靴下は一応伸びてくれるから。ああ、そうかそうか。多少ちっちゃくてもその無理やり、ね、伸ばせば入るから。タノさん靴何センチですか。30です。お、靴の光っていうでかい靴とちっちゃい靴専門店があって。へえ、光、はい、知らなかった。どこにあるんですか。本店が川崎で何店舗かあるみたいなんですけど、俺川崎にもともと住んでた時期があって、あ、こっちから歩いて行けるぐらいの距離だったんで、うん、そこででっかいの買ってましたね。へえ、ただ今はそのなんだろう、でっかい靴やっていうよりもそのでかい服屋があるじゃないですか、坂膳とか、はい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 、坂膳に靴も多少置いてあるんで、まあ、そういうところで気に入ったのがあれば買うかなぐらいの。だから靴屋さんで靴を買うことがそんなにないですね。
昔入ってた、はい、エアモアアップテンポが、また欲しいなと思ってるけど、最近手に入らないし、高っけーなと思ってて、あのまさにあの、マーテン可愛いですよね。あの、なんだっけ、アトランタオリンピックのあのカラーが、当時その思いっきりスニーカーブームだった時じゃないですか。で高校生の俺がそれを履いてたんですけど、スニーカー狩りなかった。ありますよね。スニーカー狩りっていうか、パクられますよね学校で。はい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 。あ、学校履いてちゃったんですか。いや学校にしか履いてくこともないから。あ、まあまあまあ。パクられちゃったんですか。パクられちゃいますよね。うわー、もったいない。高かったでしょ。いやでもね、その、なんだろう、みんなね、エアマックスだったから、はい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 、エアマックスはプレミアついてすごい上がってたけど、その別にそのアップテンポは別に俺その発売した段階でも割とすぐゲットできてるから、多分定価で買えてます、はいはい、でも定価でもさ1万とかはするでしょ。いやいやいや、2万5000ぐらい。2万5000円安くないじゃんやっぱり。いやだから普段プレミアがついてないっていう意味で、まあまあ5万とかにはなってないってことね。そうそうそう。いや2万5000円の靴学校に履いてちゃダメだよ。ちょっといい革靴履いてったらそのぐらいしちゃうじゃないですか。するもんなの？する。私1万円でも十分高いと思ってるけど。いや1万の靴はまあ、私500円とか1000円の靴履いてたよ。だって、だからね、女性はそういうの売ってるからいいけど、俺はそういうの買えないから、ないから。大きいからね。そうそう、はいはい、だから靴は1万以上するんですよ。ああ、もう最初から普通に高いものだという。そうそう、ないから。確かに。だからね、お小遣いを貯めてね。大変ですね。買ったんですよ。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タノさんの、ね、チャンネルもありますので、タノさんにご興味ある方は、ね、そちらの動画を見ていただくのも、ね、はい、いいかと思います。はい、はい、お願いします。はい、それでは See you。